イニシャル D。 藤原匠です。よろしくお願いします。鳥は任せた。頼んだぜ。北関東最速の下り屋。相手の人結構早いな。手ごわいぜ。やつはタイヤを使い切ってでも食らいつけ。人事を尽くして天命を待つ。そんな心境だぜ。あとはお前の思うがままに走れ。わかりました。全力でやってみます。負けるんじゃねえぞ藤原。こんな奴らにな。難しいバトルになりそうだ。気合を入れないとな。プロジェクト D のエースの実力を見せつけてやろうぜ藤原。わかりました。俺にできる最高の走りをしてみせます。油断はしない。勝負はこれからだ。遠慮なんかしねえ。もっと攻め込んでいこうぜ。はい。最後まで何が起こるか分かんないからな。ここからが勝負だ。プロジェクト D の一員として恥じない走りをしてみせる。どんな相手が来ても D のエースとして負けられない。譲る気分じゃないよ。勝ちたい。こんなに強く意識したことは初めてだ。同じ86が相手だからか。頼むぜ86。向こうも早い。ついてきてる。やっちまった。チクショー。タイヤが食いつかない。早い。このバトルまだ終わったわけじゃない。隙があれば絶対行く。よし、分かったぞ。こいつの弱点はブレーキングだ。外がガラ空きだ。やるか、あれ。よし、ここだ。いっけー。よっしゃ。いける。
ろからのプレッシャーがどんどん強くなってきてる。くそ、タイヤがもう限界だ。そう簡単に抜かせやしない。もうすぐゴールだ。このままいけるのか。何？こんなとこで？ラストチャンス、ここしかない。ダメか。くそ、やられた。嘘だろ。誤算だった。信じらんねえ。間違いなく今までで最強の相手だぞ。こいつらすげえ。信じらんねえ。ぜはえじゃん。お前、世の中にはいろんな奴がいるもんだな。少しは楽しくなってきたぜ。そうだ、こうでなくてはバトルする意味がない。お前は面白い。いずれゆっくり話してみたい。早くなるためには知識が必要だと自分でも気がつき始めているんじゃないか。天性の才能に理論が加われば無敵だぜ。そういうのは走りの現場で体験しながら覚えることが一番なんだ。お前なら壁を越えてさらに上の領域へ向かえるはずだ。また会おうぜ。チャンスがあったらもう一度あんたと走りたいと思ってた。今度は俺が勝つぜ。めんどくせえ。ついてくれてるじゃねえか。ほう、久しぶりにちょっとだけ遊んでやるか。ま、今日は忙しいわけじゃねえから、いいか。しょうがねえな。一本だけだぞ。受け続ける全身全霊。